パーソナルトレーナーのユージです。今日はですね、動きがダサい中年にならないための筋トレということで、筋トレをしている、ダイエットをしているというのは、まず見た目がダサくなりたくない、ダサい中年になりたくなくてやってる方多いと思うんですけれども、まあ、それはまああくまで見た目のところですね。まあ実際人間は生きてますので、マネキンではないのでやっぱり動くわけです。動いてる時、何かしてる時、あるいは何か起きた時にダサい動きをしているとダサいです。やっぱりね、中年といえどもね、何かの時にスッとスムーズな動きができるみたいな、ちょっとした時によっこらしょとかあれとか、そういう風にならないようにしたいものです。いくらお腹出っ張ってなくても、いくら形が良くても、やっぱり動きもスムーズでかっこいい方がいいと思います。それはもう全てに出てくると思います。正直言うと歩く姿にも出てくると思いますので、今日5つエクササイズをやります。この5つが皆さんできますでしょうか。まず今日ね、これを見た段階でぜひすぐにチャレンジしてみて、できたかできないか、まずコメントをぜひください。皆さんのリアクションを聞きたいです。なのでまずね、これを今すぐやってみて、5つやってみて、できたかできなかったかを教えてください。そしてできなかった人は悔しいと思って、ちょこ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 練習してください。そうすればね、動きのかっこいい中年になると思います。で、動きがダサいダサくないってどういうことかというと、2つ要約できると思います。1つは体全体のコーディネーション。ベンチプレスやダンベルプレスっていうのは、まあ大胸筋だけにこう特化してやってるとか、あるいは足でもこう足だけをやってるというふうになりますけれども、実際には上半身も下半身も一緒に動きながら何かをしているというのがまあ日常だったりするわけです。その全体を連動して一緒に使える体になってるかどうかというところですね。まあこういうところも、こういうところはやっぱりレベルが高いと動きがクールでセクシーになってくるということですね。それともう一つは やっぱり体幹になります。体幹の運動だけども、これも腹筋だけやってるんじゃなくて、腹筋を他のことをやりながらもうまく使えてるかどうかというところが重要になってくるんですね。いくら腹筋だけやっても全体がコーディネートできてなくて、上と下をつなぐここのお腹の部分が両方を動かした時にしっかり機能してなければ、まあそれもまたダサいっていう風になってしまうので、セクシーな中年になるためには今日の5つぜひできるようになってほしいと思います。まず一つ目なんですけども、最初に座ります。そして寝転びます。まずいきなりやってみたいと思います。一瞬の動きだけです。一瞬のほんのした動きだけです。ここから足を振り上げたら、スッと起き上がるだけ、ただこれだけです。ここから足を振り上げて、そしてグッと一気に起き上がるだけ、たったこれだけのことができますでしょうか。まあこれね、名前がよくわからないですけれども、まあ強いて言うなら起き上がりこぼしならず起き上がり親父でしょうかね。まあそんな感じになりますけど、要はね、いろんなことがまとまってるわけですよ。まずこの時に結構ね、この脊椎ね、背骨がこう丸まらない人もいるんですよ。結構これが硬くてこういうふうに丸まらない人もいて、これが丸まらないとそもそもこれが上がってこないですよ。腹筋の強さとかじゃなくて、骨自体が丸まらないとここに丸みが出ない、丸みが出てこう転がってこないといけないんですよ。こういうふうに、こういうふうな転がりができるかどうかですね。できます？こういうふうに背中は丸まって、そしてまあもちろんお腹もキープしないといけないですけど、丸まった形の、この丸まった形をキープするために、こっち側グッと縮まった状態ですね。これをキープしてるから、これがこう、ゆりかごのように揺れるわけですね。これでできますでしょうかね。まあちょっとフローリングそのままだと痛いと思うんで、僕はちょっと薄いマット引いてますけども、とにかく丸める、骨の柔軟性があるかどうか、そして腹筋をキープできるかどうかというところですね、この時は。で、それを思いっきりやっていくということは、この瞬間に当然それに耐えるだけの腹筋がなきゃいけない。それをキープしながらも、そこで起き上がってきて、さらにここからグッと起き上がる足、腰を一緒に使ってくるという、お腹から足腰という連動して一瞬でこう、もう1秒もかからない間にその連動をやっていくわけですね。まずこの起き上がり親父できますでしょうか。ちょっとチャレンジしてみてください。そして次なんですけれども、次はですね、皆さんバックランジはまあもうおなじみだと思うんですけれども、このバックランジをダンベル持ってやっていきます。それほど重くなくていいと思います。男性でまあ5キロぐらい、まあ女性で3キロから2キロあればいいと思うんですけど、これをこういうふうにショルダープレスをしながらバックランジができますでしょうか。ショルダープレスをしながらバックランジができますでしょうか。で、これショルダープレスとしては必ずダンベルが耳の高さまで、これより下に下げてしまうと脱力してしまうんで、これより下に脱力をしない。で、ここから上に伸ばすんですけど、まあ肘は伸びきらなくていいですけれども、
ただこれを上げた時に、足が下がってるのにしっかり上に上げられてるかどうかですね。これが肩が硬くてこっちに行ってしまわないようにということ。これが普通のショルダープレスの場合、この足がこっちに来てるので体がちょっと反ることができるんですよ。足が引っ張ってるとこのこっちの反りってできなくなって、こう引っ張られちゃうわけですね、骨盤がね。なので全然のけぞるということができない状態で、むしろこの状態でお腹ふっと固めなければいけないので、絶対に普段の椅子に座ってやってるショルダープレスみたいにのけぞることができない状態なんですね。それでもしっかり上に上げられるかとか、上に上げなかったら自分がやっぱりバランス崩してしまうから、まあこういうまずショルダープレスと、バックランジが組み合わさったものなんですが、今日はこれじゃないですよ。今のは一応ベースとしてあるものとして、このショルダープレスとこのバックランジを組み合わせたものですけど、今日はこれを進化させたもので、だから今のじゃないですよ、これを進化させたもので片腕でやります。片腕だけで今と同じルールでやる。耳の高さ、ショルダープレス上に上げる。これをちょっとね、横からでいいから、あのここ奥行きが少し狭くて、今最初じゃ横からいきますね。これを片腕だけで耳の高さから、反対の手は腰に手を当てて、ここから片腕だけでバックランジをやっていく。しっかり深く膝を下ろしますよ。しっかり深く膝を下ろしていくという感じで、まあ10回できればいいと思います。でこれじゃあ両足と何が違うかですけど、まあ両足の場合、お腹の真ん前をとにかくフッと押さえないとこの前後がうまくいかないですね。で今片腕の場合、これは下がってくると、じゃあこっち右足前にしましょうか。右足がこっち軸の場合には、右腕で上げるとこの右のこの体幹をすごい使ってる感じになってくる。で今度逆に行くと、ダンベルの重さここにかかってるんだけど、こっちで支えてるわけですね。そうすると斜めの体幹で、この斜めでこの重さをグッと支えなければいけない。こことここを反発させない。こっちが軸の場合にはこの縦を作ればいいですね。この縦をグッと作ればこれは支えられるんですけども、これが逆になってくると、今度斜めなんだけど縦の力を生まなきゃいけないということで、腹筋の使い方が右左右左変わってくるんですね。腹筋の使い方が右左右左どんどん変わってくるという感じなので、ずっと同じじゃなく微妙にコントロールしていくという感じなんですね。これが映像最初に言ったような、動きながら体幹をうまく使えてるかどうかというところです。これがまずね、バックランジとショルダープレス、当たり前の形として深く降りてるかどうか、膝が出ないかどうかですね。そして上半身まっすぐでしっかりと上の方にね、前じゃなくて上の方に上がってるかどうか、まあ肘は伸ばさなくてもいいんですけども、これをまあ左右交互に1、2ですね、10回できるかどうか、右腕も左腕も10回できるかどうか、これもぜひちょっとチャレンジしてみてください。そして続いてはフロアでやっていくんですけど、フロアで手足が動きながら、それでも体幹をうまくコントロールできるかどうかというもので、スパイダーマンというものをやっていきますね。スパイダーマン。まあ僕はスーパーマンとかアイアンマンとかいろんなもの好きですけども、今度はスパイダーマンになります。手を、まあ肩幅ぐらいですかね。肩幅ぐらいについて、足も肩幅ぐらい。で、ここでまず、準備運動として、ここから膝を外に出しながらつま先をつくだけ戻します。逆に膝をガニ股に出しながらつくだけ。膝をガニ股に出しながらつくだけ。これ正面で見てみようか。正面で見ると膝をこのぐらい出します。戻す。ちょっと遠近法であんまり出てないように見えますけど、しっかり膝を外にガニ股に出します。そう、ガニ股に出します。で、足外じゃないですけど、結構膝曲げていいんですけども、膝は結構曲げていいんですけれども、ちょうどあのカエル足のようになってる感じかな。カエル足みたいに外に出して、つま先をついてる、触ってるだけ。つま先を触ってるだけ。全然あのここで地面を押してない。触ってるだけ。ガニ股に触ってるだけ。その時にほぼ腕のこっちに体重をかけて、体まっすぐで体重をかけられてるかどうかということですね。この時にプランクとしてこれがまっすぐにできてるかどうか、お腹が出たりとか落ちたりしないようにしていく。今スパイダーマンの基本です。スパイダーマンは手も使って足も使って壁よじ登ってきます。なので腕も動きます。ここから足と反対の手を前に出す、戻す。足と反対の手を前に出す、触るだけ、戻す。足も手も触るだけ、
戻す。足と手を触るだけ。前に出した足と手は床をちょっと触るだけで、それでも胴体をまっすぐ、お尻が出ることもなく、垂れ下がることもなく、胴体まっすぐキープしていくというスパイダーマンをやっていきます。僕はなぜそっちを見なかったかというと、そんなに余裕がないぞ、そんな簡単じゃないということなんですよ。今これやった時に手と足を出すということは、ほぼ一本の腕で支えている。そしてまあ、もちろんこっちの伸ばした足を支えますけど、この2本で支えている感じなんですね。で、これは触ってるだけ、こっちも触ってるだけなんですよ。なので、ほとんど2本で支えて、ちょっとやっぱりグラグラするから、ちょっと触ってる。ちょっと触ってるだけなんですね。これで、手をあまり出さないとか、足を押しすぎるとかにしないで、手はできるだけしっかり遠くに出します。手はできるだけ遠くに出して触ってるだけ。足も触ってるだけ。という感じで、そうね、何回にしましょうかね。とりあえずまあ優しめに1,2,3,4で10回、10回このスパイダーマンできますでしょうか。ぜひ今チャレンジしてください。そして今度はですね、ベンチとダンベル使っていきます。まあない人はちょっとできないんですけど、ある人はこれにちょっとチャレンジしてもらいたいですね。これも手が動くんですが、体幹をずっとキープしながらバランスをとっていくという形です。でまず、ベンチにこの四つん這いの状態になりますけれども、ダンベルを持つ手がこれだとしますね。ダンベルを持つ手がこれだとしたら、このダンベルを持つ手と対角線上の足は水平に上げる、この状態で、この状態でフォアハンドローをやっていきます。この状態でワンハンドローをやっていく。この時には、まあ、ダンベル、腕の引き方は特に背中に効かすためという感じで、やらなくても、とりあえず、ダンベルが動く、動かすというだけ。これをやってる間に、この2本で体幹を維持できるかどうかですね。で、この足がまた降りると結構楽なんですよ。水平しっかりキープしたままで、頭も落ちないで、この状態で、胴体が揺れないようにやっていくという感じですね。これもまあ今僕がいつもの他のエクササイズみたいに喋りながらこっちも見ると、もう胴体のバランス崩れちゃうので、そんなにこれが崩れても簡単にできるようなものではないので、正面を見てましたけれども、まあそういった感じで手が動いてるんだけれども体幹をキープしていく。ここに重さ結構引っ張れるんですね。だけどもキープしていく。これもまあそうですね。できれば、男性10キロ、女性5キロ、右左10回ずつ、できましたでしょうか。チャレンジしてみてください。そして最後はですね、立ち上がっていきたいと思います。トータッチというものです。トー、まあつま先ですね。タッチ、触るということ。まあただそれだけなんですが、片足立ちになります。で、手と反対の足でつま先を触るんですけれども、そして戻っていく。足をつかないで、つま先を触る。戻っていく。3回目。戻っていく。はい。4回目。軽く触って、戻っていく。最後。5回目。軽く触って、戻っていく。という感じ。5回。5回です。で、こっちの足、まあ完全に伸ばせるとは言わないです。軸足完全に伸ばせるとは言わないです。膝が結構痛い感じもあるかもしれない。ちょっとロック外していいです。ロックは外すぐらい外していいですけど、こう曲がってるわけじゃないね。でいて、反対の足重要。反対の足がこれが、こういった時に、これすごい楽なんですよ。これだと、結構、上半身と足がバランス取っちゃって、すごいこの角度の矢印状態で楽なんで、足をできるだけ伸ばして、この時に、水平よりも上に足が行くように、しっかりと足を、膝を伸ばしてあげてください。曲げないよ。伸ばしたままでしっかりと上げてる状態にしていく。反対のこのお尻ね、足を上げる方の足のお尻をしっかり締めたまま、しっかりと足を上げといて、触って、それをバランスを取りながらやっていく。という感じ。これ、結構、軸足のこの、足の裏、指とか結構重要になります。ここからふくらはぎこの辺、そして、もも裏、お尻。腰を使っていくという感じ。この辺も全体まあ使ってますよね。お腹はそんな使ってないけど、後ろ側を全部使ってる。もうこれちょっとした時、物をちょっと拾おうかなと思った瞬間にスムーズにいける中年かどうか。
ここら辺がね、日常でセクシーさが出ます。これをよっこらしょと、まあやらないということですね。すっとこう、おいっすっといきたいということですね。まあそんな感じで今日5つエクササイズをやりました。どうでしょうか？5つ全部できましたでしょうか？全部できた人は僕からセクシーミドルの称号を与えたいと思います。おめでとうございます。できなかった人はちょっとちびちびチャレンジして、近いうちにこれができるようになってください。まあそういったね、コントロールするから、自分の体をコントロールするということも大切になってきますので、生きていく上ではね、人間動きますから、形だけ求めるんじゃなくて動ける体の方がよりいいと思いますので、そこら辺もぜひ頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。